私年内いっぱいでの活動休止って言ってましたが、どうなりますかこれ。これね、本当にいろいろ聞かれるんですけど、はい、はっきり言ってね、よくわかんない。申し訳ないんですけど。まあ一応なんか時系列で言うと、まずね、あの、うん、新国立競技場で、まあアラフェスですよね、いわゆるアラフェスが、はい、まあ延期が決定して、はい、まあ、一部報道では11月3日にやるんじゃないかっていう、うん、まあこの辺、嵐の結成のメモリアルデーですね、で文化の日で休みなんで、っていう噂は出てるんですけど、はい、まあ、これあくまで噂なんですけど、この辺どうなんですかね、佐々木さん。いや、この今、このコロナが11月までに、収束するというその楽観的な見方はしない方がいいという話の方が出てきてますからね。まあ、これ1年はまず無理だろうと。それで何ていうか、あの山中教授、京都大学 の、はいはい、あの山中先生もオリンピックのことについて研究した時に、本当に幸運が重ならない限りは無理だという、1年後っていうのはっていうのね、言ってたぐらいですから、嵐のこのライブもその年内やれるかって言ったらと、これ難しいんじゃないかなって気もしますよね。一応五大ドームツアーもあるんですよね、確か。そう、予定されて秋からでしたっけ。うん、だからその辺もちょっと、まあ当然今白紙状況ではね、になってますもんね。でそれをやらずにじゃあ活動休止に突入するのかっていうところですよね。それとも1年例えば伸ばすと、うん、なった時に場所をまた取れるかと、うん、いうことになってくると、ほぼ難しいだろうと、うん、そうすると2年後、反対に2年後っていうことも考えられるんですけれども、はい、なんか、メンバーの中ではその、うん、分かれてるらしくて、うん、もういいよと、うん、絶対やめるんだって言うと思う。なんとなく誰とは言いませんけど、もう俺はいいよって、はい、別に言った。でファンが離れたってもうね、アイドルじゃねえしもうみたいな、ね、他に仕事いっぱいあるから、そんなファンいなくて、まあ、要はモチベーションを持たないってことですよね。そのアイドル活動をするっていう意味でのモチベーションが、でも自分もほら仕事をもうスイッチしちゃってるから、うん、はい、なくたって別にファンなんかいなくなっても平気だよっていうのと、うん、もうそもそもアイドルがもう嫌だって言ってる人もいたわけですから、うん、でもう、ね、やめるって言ったらやめるんだって言ってる人が いるのは確かなんですよ。で、事務所サイドもでもやっぱりこうなんかね、当然収入もなくなっちゃう、収入とか収益が減るわけですから、予定したもの、はい、だから何とかしようと、うん、説得してるって話は伝わってきてるんですけれども、それがどうなってるかっていうのはね、また解散じゃなくて活動休止ってとこもありますよね。うん、活動休止だったら別に伸ばしてもいいんじゃないかみたいな見方もあるじゃないですか、うん、ね、そう、どうせ休みに入るわけだから、はい、もうね、解散だったらさすがにもうみんなね、まあ、大体解散ってなってたらもうみんな心をバラバラになってる。活動休止っていうのはなかなかね、活動休止から戻る、まあ、なことはあんまないんですけど、とはいえ、まあ一応活動休止なんで、まあ先延ばしにしてもと思う。どうなんですかね、なんか聞いてますか。そうです、事務所の人により聞いたんですけど、やっぱりまだ決まってないっていう。何も決まってない、決まらないという、決まらない、話し合いだけで、そのいわゆる政府の動きとか、その世の中の実情に合わせていかなきゃいけないんで、その事務所だけで何とかできる問題でもない。やるっていうのは言えないしね、だってね、やるようにはやる。ただ動いてるね、経済的なものも大きいですもんね。そうですね、うん、嵐のコンサートってなったら、まあ、それなりの経済規模になると思うんですけども、それ1個なくなるっていうのは結構、まあ、事務所的にも当然、そしたらおっしゃったとおり痛いでしょう。だから良かったですよね、ジャニーズ事務所がそのインターネットに参入して、そうですね、そのライブの、ね、そのまま配信とかもやるようになって、うん、そうですよね、それでお金が入るようになったからということでね、はい、やっぱそう、その、まあ、全部を賄うことはできないかもしれませんけど、うん、これでもワクワク学校がなんかね、何でしたっけ、復活したんですよね、チャリティーイベント嵐のワクワク学校が、まあ、2011年からオンラインです、オンラインで、オンライン、あのネット放送、ね、そうそう、オンラインで復活したんですけど、でもこれって結局それぞれが配信とか授業でしたっけ、うん、するから揃ってはないんですよ、ね、あ、なるほど、そう、この状況で5人揃ってもまずいでしょうね、密になってしまうんですかね。これでも一応これあのスマイルアッププロジェクトで有料映像配信サービスだったじゃないですか、うん、その収益は、うん、まあ、医療従事者への支援活動で寄付するっていうところで、うん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 、
ファンからすると5人が一緒にいるっていうのがすごくよくって、はいはい、私ももともと嵐ファンだったんですけど。ああ、そうなんですか、はい、先に言ってください。一番喋ってもらったのに。すごい、特に二宮さんがすごい大好きだったんですけど。それも早く言った方がいい。なんだ、じゃあ、あの人に先にもっと近づいてれば結婚できたかもしれません。いやいや、全く立場が違いすぎてあれなんですけど、肩書きも本当にもう、ね、虫けらから上級感の違いがありますけども。変わんないと思いますよ、そんなに。でもそれを考えるとやっぱりこう結婚されたっていうのもファンからするとちょっと一つのこう、うん、あの節目というか、うん、はいはいはい、あ、それはそれで応援したいけども私は私の人生を生きるっていうことで、あのこうグッズとか買うのもちょっとこう、うん、また違うものになっていったりとか、うん、あとやっぱりまあ5人でいるのがすごい嬉しいので、うん、それぞれの活躍っていうよりはもう本当5人で一緒にスワップと同じですね、はい、やってるっていうその中で生き生きしてるメンバーが大好きだったので、うん、できればそうやってこうあのイベントでも5人でやってるっていうのを、はい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 、出してほしいなって思うんで、そうなるとその気持ちを組んであのイベントとかも休止しながら、ね、 ね、うん、はい、やっぱりじゃあやってもライブ、まあ、活動休止前にやっぱやってほしいってことですよね。絶対にやってほしいです。それがもうその望みというか、うん、あのそれだけこう応援してきた、ね、はい、最後のこう約束というか、はいはい、っていうところかなと思うので、そこだけはあのファンとしては守ってほしい。多分そういう声が圧倒的に多いと思うんでね、さすがにこのまま活動休止ってわけにもいかなそうな気がしますけどね。ソーシャルディスタンスでやるというのは富士のね、東富士の練習場かなんか、うん、いやいや、中森剛さんがあの何でしたっけ、桜島みたいなところでやるやつみたいな決めてね、人数決めてそれ以上入れないようにして、もう観客もね、2メートルずつ離れてっていう。いや、でも嵐さんの最後のコンサートはみんな来ちゃいますよ。そうですね、ほんと広いところでやるとめちゃくちゃ広いところ車の中から聞くとか、なんかそういう感じの。ありましたもんね、ドライブインシアターみたいな、ね、はい、ドライブインシアターみたいな感じで。ああ、それいいですね。そういう車大渋滞になりそうですよね、これで車が。知れませんけど。ドライブインシアターね、いいかもしれないな。はい、企画はしてほしい。まあちょっとね、今後も動向が気になりますね。はい。そうですね、これはね、本当に。うん、